松戸市立小金南中学校は、千葉県松戸市小金清市町一丁目にある市立、中学校。愛称は、南中または、小金南。一人、数との生徒の命と可能性を大切にすることを基盤として、豊かな心と実践力を持ち、夢を語れる生徒の育成目当てを持って努力し、共に学び合う生徒思いやりの心を持った、心豊かな生徒命を大切にする健康な、 生徒部活動名と主な活動場所を示す。なお、テニス部は平成24年1学期までは校庭外のテニスコートで活動していたが、撤去に伴い現在は校庭に作られたテニスコートで活動している。それに伴って、現、テニスコートの場所にあったソフトボール場が移動した。IT 部は部員数減少によって平成十六年度からの部員募集を停止し、 科学部と併合した。また、1学期に修学旅行、林間学園、2学期に職場体験、冬場に1年生の校外学習が行われることが多い。持参の弁当、または給食を選択し、給食を選択した場合は、A メニュー、または B メニューから事前に選んで食べることができる。とした。 メニュー1.2年生は、給食棟2階のランチルームを使用する場合がある。また、残飯回収などは、各学年の係が週替わりで担当する。ありがとうございます。